アレックス・カルーソは、アメリカ合衆国、テキサス州、カレッジステーション出身のバスケットボール選手。NBA のシカゴブルズに所属している。ポジションは、ポイントガード。愛称はコート。高校卒業後は、テキサス A&M 大学に進学した。4年間のキャリアで137試合に出場し、平均8.0得点、4.7アシスト、2.02。 スティールを記録、キャリア通算では649のアシストと276のスティールを記録し、同大学出身のデイビッド・エドワーズの保持していた記録を塗り替えるなど、テキサス A&M 史上最高の選手の一人として活躍した。大学4年時には、オール SEC、セカンドチームとオール SEC ディフェンシブセカンドチームに選ばれた。2016年の NBA ドラフトでは、 指名されなかったが、2016年の NBA、サマーリーグに、シクサーズの一員として参加した。サマーリーグの終了後、2016年9月23日に、オクラホマシティサンダーと契約したが、同年10月17日に契約を破棄された。11月3日に NBA デベロップメントリーグの、オクラホマシティブルーと契約した。2017年の NBA サマーリーグに、 ロサンゼルスレイカーズの選手として参加した。負傷したロンザボールの出場し、サマーリーグの終了後の2017年7月13日にレイカーズとニューウェイ契約を結んだ。そして D リーグから NBA に直接行き交う初選手となった。2017年10月19日のロサンゼルスクリッパーズ戦で NBA デビューを果たし、チームは108から92で敗北したが、 カルーソは12分間出場を果たし、2得点、2アシスト、1リバウンドを記録した。クリッパーズとのシーズン最終戦で、キャリアハイの15得点と7リバウンドを記録した。2018年のサマーリーグの終了後、レイカーズと再びニューエー契約を結んだ。2019年3月6日のデンバーナゲッツ戦にて、チームは115から99で敗北したものの、シーズンハイの15得点。 6リバウンド、3アシストを記録した。4月5日のクリッパーズ戦では、キャリアハイの32得点を記録しチームは122、117で勝利した。また、2018から19シーズンのおいて、レイカーズのレブロン・ジェームズを除く選手の中で、30得点、10リバウンド、5アシストを記録した唯一の選手となった。2019年4月7日のユタジャズ戦では、 レブロンが欠場の中、18得点、キャリアハイとなる11アシストを記録し113から109で勝利した。2019年7月6日に、レイカーズと2年550万ドルの契約に合意した。2020から21シーズンオフに FA となった。2021年8月10日にシカゴブルズと4年3700万ドルの契約を結んだ。 マイクとジャッキー・カルーソの愛の結晶であり、テキサス A&M 大学に通う二人の姉妹がいる。父親は、クレイトン大学で4年間バスケットボールをプレイしていた経験があり、現在は、テキサス A&M の順、スポーツディレクターである。大学時代、カルーソは、A、A&M プログラムを中心に育ち、ボールボーイとして多くのシーズンを過ごした。学問においては、 スポーツマネジメントについて先行していた。2021年2月19日、カルーソはスポーツメーカー安田体育用品との複数年のシューズ契約を締結した。ありがとうございます。